ユニバーサル・オーランドリゾートのウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターにおける映画、ハリー・ポッターシリーズのホグワーツを模したアトラクションの外観イングランド北部ノーサンバーランド州アニックに存在するカントリーハウス・アニック・カースル。映画シリーズにおけるホグワーツのロケーション撮影地の一つ。ホグワーツ魔法魔術学校は J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズを呼び その派生作品に登場する学校。映画シリーズの撮影が行われた、リーブスデンスタジオに設けられたホグワーツ大広間の、セット主人公のハリー・ポッターが入ることになる学校。年少の魔女や魔法使いが、魔法についての理論や実技を学ぶための7年生活、全寮制の教育機関。その年の9月1日時点で11歳である魔女や、 魔法使いに入学資格が与えられる。進級や卒業についての制度は特に明記がないが、成績不良や素行不良が目に余る場合は退学もあり得る。場所はイギリスのスコットランドとされる。最寄り駅はホグズミード駅。世界一安全と評される古代魔法の画像でもあり、ボルデモートでさえホグワーツへの進行には時間を要する。 イギリスのパブリックスクールやグラマースクールをモチーフにしていると推測され、随所に類似点、共通点が見られる。交渉に書かれているモットーは、ドラコ・ドルミーンズ・ムンキム・ティ・ティ・レンダス。ホグワーツの名称はローリングが作品執筆中にふと思いついたものだが、以前にキューガーデンで見た、東大草科の植物の名前から取ったのではないかと、友人に指摘され、 本人もその植物名を思い出して合点したのだという。ゴドリック・グリフィンドール、ヘルガ・ハッフルパフ、ローエナ・レイブンクロー、サラザール、スリザリンの4人の魔女と魔法使いによって、993年、頃に創設された。創立者たちは、自身の名を冠した寮を設け、好みの生徒を、自身の寮に選び取るが、早い時期に、 彼ら自身が口述の問題に思い当たり、良性を選ぶための組み分け防止を生み出した。その後サラザール・スリザリンは、ホグワーツの生徒そのものを、喫水の魔法族の家系のもののみに限るべきと考え、他の三者と争い決裂。自分の継承者がホグワーツにふさわしくない生徒を追放できるよう、秘密の部屋を作り、そこに、スリザリンの怪物を封じて、 ホグワーツを去った。12人の理事からなる理事会があり、校長の任命や定職の権限を持つ。それらの決定は投票による多数決。そのうちの一人にルシウス・マルフォイがいる。物語開始時点での校長はアルバス・ダンブルドア。各教科を受け持つ教師は校長が任命する。副校長はミネルバ・マクゴ・ナガル。の4名は 寮生全体の責任があるため、一般の教師より権限ある立場らしい。生徒数はおよそ1000人。マグル生まれやスクイブの関係で1学年あたりの生徒数は異なる。生徒は入学時に、校術の4つの寮に、組み分けが行われる。組み分けの儀式の特性上、寮の人数はそれぞれ異なる。平均では一つの寮あたり、 約250名となるのだが、作中では、スリザリン生は、約200名とされる。合同授業が授業の大半を占めているため、毎授業約70名以上で行われる。ハリーが1年生となる時の入学式の際、ダンブルドア校長の指示の下合唱する。自分の好きなメロディで歌ってよいので、皆が、バラバラに歌い終える。 ハリーの入学式の時に一番遅く歌い終えるのは、飛び切り遅い早々更新曲で歌うフレッドと、ジョージ・ウィーズリーの双子兄弟。ダンブルドアはそれに合わせて、最後の何小節を杖で指揮し、誰にも負けないくらいの大きな拍手をし、音楽は何にも勝る魔法じゃという。それ以降は、原作小説では、そのような描写はないが、映画。 炎のゴブレット DVD の未公開シーンで、ダームストラングと、棒バトンの客を迎えるときに歌う場面がある。歌詞は、以下の通り。ホグワーツホグワーツ、ホーギールティーホグワーツ、teach us something please, whether we be old and bold or young with scabby, knees, our heads could do with feeling with some interesting. スタッフ、フォーナウゼーリベアンドフルオブエア。 Dead fries and bits of fluff. Sotichius sings were snowing. Bring. Back for art we ve forgot. Fust do your best. We will do the rest. And learn until our brains all rot. 言語版ホグワーツホグワーツホグホグワーツホグホグワーツ,ホグワ,ーツホグワーツ。教えて。どうぞ僕たちに置いてもハゲても青2歳でも頭にや。なんとか詰め込める。面白いものを詰め込める今は。 空っぽく浮き詰め死んだハエやら。ガラクタ詰め教えて、価値のあるものを教えて忘れてしまったものをベストを尽くせば、あとはお任せ学べようのを未足さるまで、日本語約4両それぞれのシンボルホグワーツ、魔法魔術学校には、創立者名外由来の、グリフィンドール、ハッフルパフ、レーブンクロウ、スリザリンの4両が存在する。生徒は、それぞれの両に分かれて生活し、 同学年で同僚の生徒たちを一つのクラスとして授業を行う。1クラス36人では人数が少なすぎるため授業の多数は多量の同級生との合同授業となる。6年生以上は成績によって履修可能科目が異なる。イギリスのパブリックスクールに存在するような特別行事も設けられており、 各寮の2年生以上の選抜対象生徒による、クイリッチの寮対抗トーナメント、生徒の成績や態度などによって得点が加減される、寮対抗杯、3年生以上のホグズミードへの週末、外出などが存在する。入る寮は、4人の創立者が魔法によって知恵を吹き込んだ、組分け帽子が決定する。生徒が、組分け帽子を被ると、 生徒の重視する特目、資質、希望などを、組分け防止が考慮し、最適の量へ組分けをする。生徒に希望量がある場合、組分け防止が、入量適正ありと判断すれば、希望量に入ることや、拒否も許可される。組分けに5分以上時間がかかる生徒は、ハットストールと呼ばれ、50年に一度の割合で、発生する。量は真の金の、のとの死 グリフィンドールはフランス語で、金のグリフィンを意味する。勇敢な騎士道を備える生徒を求めている。主人公のハリー・ポッターや、アルバス・ダンブルドアなど、数多くの著名な魔法使いを排出している。騎士道を尊ぶ謙虚な生徒が多いが、騎士道を備えていない生徒、傲慢、不尊である生徒、スリザリン寮に通ずる、狡猾さを備える生徒が入寮することもある。 談話室は、ホグワーツ上最高階の八階等々に位置し、入り口を守る太った婦人の肖像が前で合言葉を言うと入室できる。合言葉は、毎年必ず変わり、その他の時に変わることもある。内部は、寮のシンボルカラーであるシンクで統一された家具が置かれ、暖炉が勢いよく燃え上がる、心地のいい部屋。寮生はここで宿題をしたり、談話したりする。 奥の階段を上り、右に行くと、女子の寝室。左に行くと、男子の寝室がある。ホグズミード村へ行っても良い日、物々交換などの情報が貼り出される、掲示板があり、第5巻では、ホグワーツ高等尋問関連がよく貼り出される。女子は、男子生徒の寝室に行けるが、古い規則のため、この逆は許されない。男子が、 女子寮へと続く階段を登ろうとすると、階段のステップが閉じて、斜面と化し、上まで登れなくなる。寮期は、カナリアイエローの血と黒い穴熊。月ゴーストの太った、修道士も、同寮の卒業生である。誠実で忠実な勤勉者を求めている。入寮者を選ばず、多寮に入れなかった生徒を受け入れているため、劣等性の寮と評されているが、 突出した才能を持つ最優秀生徒や名家出身者が入寮することがある。また、この寮は勤勉さを重んじているため、普段の努力によって高成績を収める生徒もいる。全寮中、闇の魔法使いの排出が最も少ない、不誠実な生徒が入寮することもある。談話室の入り口は、 厨房廊下右の陰にある樽の山で2列目中心の尊敬を2回叩くと入ることができる。間違えた場合、寮のセキュリティ対策として熱されたビネガーがかけられる。内部は黄色と黒の暖かい雰囲気で穴熊の巣を彷彿させる通路にある尊敬のような戸が各部屋へとつながっている。寮期は青い血とブロンズの和紙。 知性の高いものを求めている。弦楽的であるがゆえに、強養である生徒が入寮したり、自分たちの基準に合わない知性の持ち主を見下す、生徒が入寮することもある。談話室は、斎藤のてっぺんに位置し、螺旋階段を登った先にある足の形をした、ブロンズ製のドアノッカーがついた扉が入り口。入るには、わしのノッカーが出す問題の謎解きが必要であり、 答えられない場合は答えられるものが来るのを待ち、そのものから回答を教わらなければならない。広い円形の部屋でアーチ型の窓があり、カーテンや絨毯は量のシンボルカラーである青。天井と床には星座の装飾がある。部屋の角に大理石製のローゲナ霊文クローゾーがある。ローゲナの高みよりすべてを学ぶという考えが込められており、 ホグワーツ敷地を360度一望できる。生徒の寝室は談話室の上階にある。料記は緑の血と銀の蛇。この量は、多産量とは、性質が全く異なる。ダンブルドアによると、創設者サラザールは、スリザリン良生に、狡猾さ、臨機の際、巧妙さ、決断力、やや規則を無視する傾向、蛇語能力を求めていたとされる。また、 闇の魔術に傾倒する生徒が多く、トム・マールボロ・リドルやベラトリックス・レストレンジなど、あまたの闇の魔法使いを排出している。マグル差別の先民思想を持つ、純血主義者が多い。校内で、他の産業から孤立している分、仲間意識が強く、多量よりも、寮内の結束が高い。狡猾さが、特目の一つとされていることや、自己保身が強いことから、 表面上はルールを守り、悪事の露見によって減点されないように慎重な行動を取る傾向がある。自己保身と慎重な行動により減点が少ないため、両全体の成績が良く、両体後輩連続優勝の時期があった。スリザリン業出身者の多い、宿匹人としての活動も、露見防止と自己保身のために蘇生を隠した上で行う。必ずしも、 蒸気のような特徴を備えた生徒ばかりとは限らず、良識的な生徒が入寮することもあり、セブルス・スネープは闇の魔術への系統が理由で、スリザリン寮を選んだが、本来は勇敢さを重んじるグリフィンドール寮の気質を持つ人物であるということが示唆されている。第七巻においてダンブルドアはスネープを勇敢な男と表紙、組み分けについて、 組分け防止が請求すぎると語り、ハリーもスネープについて、自分が知る中で最も勇敢な人物と語る。談話室は、湖の下の地下牢に存在し、湿った剥き出しの石が並ぶ壁、その壁に隠された石の扉が、談話室への入り口。室内は細長く、天井が低い。内部は荒く削られた石壁の、どことなく陰湿な部屋である。 壮大な大理石に囲まれており、暖炉と椅子には彫刻が施されている。窓からは湖内の様子がうかがえる。地下に一致しているため、多量をより陰気であり、最高もないが、天井から鎖で吊るされたランプは緑がかっている。談話室の場所は多量の生徒には知らされず、入ることもできないが、第2巻、秘密の部屋でハリーとローンは、 クラブとゴイルに噴して侵入する。ハリーはスリザリン領に対して非好意的であったが、後にスネープにまつわる過去の真実を知り、感謝と尊敬からスリザリン領に対しての嫌悪感を持たなくなる。アルバスポッターやスコーピウスマルフォイなど、ハリーたちの子世代の時代では、時代の変化によりスリザリン領に対する悪印象や多量との因縁は、 過去よりも改善されており、闇の魔術に精通しない、生徒、非純血主義の生徒も入寮が許可されるようになっている。ポッター家とウィーズリー家は、グリフィンドール領出身者が主であり、アルバスのスリザリン入寮は、初事例となる。敷地内には、校舎圏生活施設であるホグワーツ城、禁じられた森、広大な面積を有する湖などがある。また、施設内には、 生徒立ち入り禁止の区域があり、侵入すると厳しく罰せられる。未成年の魔法使いが大勢集まった場所であるため、様々な侵入防止の魔法がかけられている。それらの魔法のせいで、マグルが魔法の代わりとするもの、例えば電化製品などは正常に作動しないらしい。ダラム大聖堂。映画シリーズにおけるロケーション撮影地の一つ、ホグワーツ城の内部は、 勝手に動く階段、隠し通路、隠し部屋、合言葉が必要な量の談話室などの特殊な仕掛けが満載されている。また、教職員も知らない通路などがある。あらゆることが魔法で管理されているため、電気やガス、電話など、隠しライフラインは、水道以外通っておらず、その必要もないとされる。木内の案内図については、 学校公認のものが存在するような描写はないが、4名の生徒が魔法を駆使して、私的に作った一点ものの魔法道具、忍びの地図がある。この忍びの地図には、教職員も知らない隠し通路も詳細に描かれている。その他にも知られていない魔法がかけられている。ホグワーツにいるゴーストは、皆銀色がかった透明で、話すことができる。 また、何か問題などが起きた際には、ゴースト同士が集まり、ゴースト評議会を開くことがある。ホグワーツの至るところに飾られている絵画は、描かれている人物が動いたり話したりでき、また互いの絵画を行き来することができる。城の外には、基本移動できないが、どこか、他にかかっている、自分自身の肖像画だけは別。校長室には、歴代校長の絵画が飾られているが、 ここではそれ以外の絵画を記述する。通常授業では、変身する術や、魔法薬の調合、魔法生物の飼育、占いなど多くの教科があり、第3学年より選択制となる。授業内容は、OWL 試験の結果を受け、第6学年で再選択する。また、OWL 試験や、NEWT 試験などの定期講座がある。ホグワーツでは、朝、昼、 晩の食事は、大広間内の両別のテーブルで、それぞれ食事を取る。食事を、大広間の外に持ち出したり、寮や、医務室などに菓子などを持ち込んだりするのは、特に注意を受ける描写はない。形式は、テーブル上の皿に盛られた各料理を、取り皿に、自分で自由に取って食べる食べ放題式。食事するかどうかは、完全に個人の自由だが、 食べ物が置かれている時間は、ある程度決まっているらしく、遅れると食べ損なうこともある。平時の食事内容は、イギリスの家庭料理が主流。朝食は、パン、コーンフレーク、オートミール、卵料理、カボチャジュース、オレンジジュース、ベーコン、キッパー、昼食は、肉料理と、付け合わせ、夕食は、プディング料理、デザートは、トライフル、糖蜜パイなどである。 パーティー用の食事内容も、ほとんどが、イギリス料理で、新入生歓迎会などでは、ローストビーフやジャガイモ料理が出される。パーティーの際は、呪文によって厨房から料理を召喚する。新入生歓迎会の際には、ダンブルドアの年々違う呪文で厨房から料理が、召喚される。なお、この料理は、屋敷下部べ妖精が作っており、 屋敷しもべの刺激に難色を示すハーマイオニーが食べるのを拒否する場面もある。ホグワーツは月曜日く金曜を平日とし、土日を休日とする、いわゆる完全週休二日制。平日のタイムスケジュールは明確でないが、作中の描写から一次元は45分で、午前は4次元、昼食を挟んで、午後は2次元、天文学の授業のみ、夜空を観測する。 必然性から夜間に行われる。生徒に対する懲罰や個人授業を行う場合は、夕食後の午後8時から始めることが多い。終了時間は、監督している教職員の裁量による。両対航空ディッチ杯の試合や、ホグズミード村行きなど、授業ではない学校の定例行事は、土曜に行われる。夏修行、秋修行型。魔法使い。 魔女の成人は17歳なので7年生は学校の外で魔法が使えるが、それ以外の生徒は学校外での魔法使用は禁止。一度学校外で魔法を使うと魔法省の魔法、不適正使用取締局から公式警告状が届き、さらにもう一度使うと大学処分となり、杖を折られる。1年生は個人要望期の所持は原則として禁止。 両館が特別に許可を与えた場合のみ、持ち込むことができる。動物はフクロウ猫、引きガエルの持ち込みが許可されている。夜中の寮以外での遊行、4階の禁じられた、廊下、裏にある、禁じられた森への侵入は禁止されている。そこにいたところを発見された場合は、両館によって厳しい罰則が課せられる。廊下でのいたずら道具の使用は禁止されている。また、 アーガスフィルチによって、全員廊下での魔法使用自体も禁止されているが、あまり守られていない。制服は、基本的には、黒いローブの着用が義務付けられている。陶器は、セーター、外出時はマフラー、手袋をつけることも可能。すべて、ロンドンのダイアゴン横丁にある、マダム・マルキンの洋装店や、トイルフィットタッティング、または、 ホグズミード村にある店で買うことができる。映画版では、英国のパブリックスクールの制服に類似したものになっている。ホグワーツ特急ホグワーツへの移動手段として用いられる特急列車。車体は紅色で、金文字で、ホグワーツ特急と書いてある。以前は、親の責任で、生徒たちは学校まで向かっており、毎年最大で、 全校生徒の1、3が学校にたどり着けないことがしばしばであったため、1692年の国際機密保持法制定以降、魔法大臣オッタラインギャンボルが、マグルの移動手段である汽車を用いて、全校生徒をホグワーツまで運ぶ計画を主導する。ホグワーツ特急がどこで作られたかは明確ではないが、英国国内で167回に及ぶ冒却術と、 隠蔽の呪文による工作が行われたとする記録が魔法省に残っている。イギリスの実在の駅キングスクロス駅の9番線と10番線の間の柵を通り抜けると9と3、4番線のホームがあり、そこにホグワーツ特急がある。毎年9月1日の午前11時に発車し、夜にホグズミード駅に着く。車内では魔女が回ってきて、 カエルチョコレートや100ミビーンズ、カボチャジュースなどを販売する。ホグズミード駅では、ルビウス・ハグリッドが待っており、新入生はハグリッドに連れられて、ホグワーツへ向かう。上級生は、セストラルの引く馬車に乗って学校に向かう。キングズ・クロス駅には、他にも、複数の隠されたホームが存在し、例えば、7と1、2番線からは、 ヨーロッパ大陸にある魔法使いだけの村に行く列車に乗車することができる。また、ドビーが行うように魔法によって柱の入り口を閉じることもできる。実際にキングスクロス駅に作成された看板キングス、クロス駅には小説や映画を見た人たちから本当に存在するのかといった問い合わせや、 見学に訪れる人が相次いだため、駅は9と3、4番線の看板を作成し、9.10番線ホーム入り口脇に掲げている。また、その下には、キングズクロス駅の荷物カートが半分壁に突っ込んだ状態で設置されている。実際の9.10番線は、他のホームと独立した行き止まり式2面2線配置のため、線路間には降りられない。 しかし、一世紀の女王の墓が旧、または十番線の下にあるという伝説がある。映画版では、ウェストコーストレールウェイ社が所有する、グレートウェスタン鉄道が1937年に、制作したホール球蒸機機関車の5972号機、オルトンホールを使用した。その際、塗装が変更されるとともに、ホグワーツキャッスルの名盤が用いられた。 2007年3月10日、この撮影に用いられた客車が車庫で窓ガラスなどを破壊される被害にあった。また、ホグズミード駅は、イングランド北部、ノースヨークシャー州を走る保存鉄道である、ノースヨークシャームーアズ鉄道のゴースランド駅が、使用された。ありがとうございます。